両者の比較です。36歳対32歳、身長は2センチしか変わりません。ただいまより第5試合ディープバンタム級62キロ以下5分2ラウンドを行います。アコーナーネックス、2007年ディープフューチャーキングトーナメント65キロ以下優勝、赤尾誠一。トップ戦線浮上のきっかけをつかみたい赤尾誠二。赤コーナー話術研修会問い立つ道場、問いだ勝つ。トップ戦線生き残りをかけます、問いだ勝つ。レフリー庄司明。第5試合はディープバンタム級62キログラム以下5分2ラウンドの戦いです。いつものように白衣を着ての入場だった戸井田、今脱げ捨てます。セコンドには青木真也の姿。対するは28歳、赤尾誠二。実力者戸井田に勝利すれば自身のキャリアにも大きく箔がつくはずです。こちらが問いだ。ラウンドン。対する赤尾、はい、今コーナーからスルスルと飛び出していったのが赤尾です。黒いトランクス、対するグレーの模様が入ったトランクスが問いだ勝也です。さあ熊久保さん、はい、ベテランの問いだはこの試合負けるとトップ戦線から脱落という戦いですね。そうですね、まあ、あの連敗をした時期もありましたしね、はい、やっぱりそのやっぱり、ね、ベテランが本当にやっぱ実力をやっぱキープずっとキープし続けるっていうのはね、やっぱなかなか難しいですけどね。もう一発ね、ちょっと来ましたね、足ね。ガードの上からも効いたが、左のミドルを返していきます、問いだ。今度は左のインロー、それでも前に出てくる赤を同じく蹴り返します。フェイントを入れて対角線のフェイント、左のオーバーハンドは赤尾です。赤尾選手の側から見てもね、これは問いだ選手に負けるっていうのはかなり大きな交代ですからね。まあそうなんですよね。いや赤尾選手いいですよ、結構レスリングベースですけど。打撃も DJ 戦の時もあの DJ からダウン取るほどアグレッシブに打撃打ちますからね、はい、あそしてこのもつれたところ顔面にパンチを集めていきます。赤尾誠司、あ、トイダはこれこのままですと、まだ大丈夫です、大丈夫ですか、うん、下から腕絡みか、おお、すごい、ちょっと浅いか、でもコントロールできますね、キープできますね。さらに再び腕か、いやここは離れてしまった。後ろについたのは赤尾、そして今度はグラウンド上からがぶるような状態は赤尾です。立ち上がってくるか問いだ、あちょっと今不用意に立ち上がろうとしましたかね。ただ組みついていきます。今わざと引き込みに行きましたね、引き込んで、はい、足元すくって、はい、こういう形に持っていくっていう。なるほど、はい、さすが寝技師ですね、動きいいですね、高さん変幻自在なグラウンドテクニックを見せてまいりました。問いだ勝也、話術研修会問い勝道場所属です。膝、おお、いい膝ありましたね。ロープ際です。コーナーにポジションを動かしていきます。お、差し返しましたね。体勢を入れ替えた赤尾選手もレスリングで、ね、実力ある力ありますからね、はい、まあ、ただ赤尾は DJ 大輝に敗れて大塚に敗れましたから、これで問いだに敗れますと結局強い選手に勝てないという ね、 そうですね、ことになってしまいますから、はい、壁にちょっと、ね、当たってるような感じですね、この距離はもう赤尾選手の距離ですよ、打撃 は、 はフックもすごいブンブン振り回しましたからね、はい、一発当たれば KO しますよ。さあその赤尾のパンチが問いだを捉えることがあるか、カウンターの右があった、右があった、問いだの動きは止まったか、どうだ、大丈夫か、下に引っ込んできた、ね、上からパンチを放っていきます赤尾、立ち上がってくる問いだ、もつれる、左の膝があった、右のオーバーハンド、中に飛び込んでいく、距離上げたくないですね、問いかさんもとにかく組んでる状態で、はい、ここから作りたいって感じでしょうね、はい、で下になっても全然そこから、仕掛けて自分が上になったり持っていけるんで、とにかくこの距離があんまり良くないですね。ここは立ち上がって起き上がって再び組み、もろ差しの状態でしょうか。コーナー際です。引っ込んでいく、
足換か。いや、行かせない、赤尾も行かせない。赤尾選手も完全に寝技つきやないつもりですね。そうですね、はい、のフック振り回してきた。その強いパンチちょっと当たってますよ。さらに組み相撲からの膝、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、パンチをつなげてきます。ここも持っていきたいですね。膝、さらにボディ、動向を背負わせました赤尾。残り時間1分、残り1分、ショートレンジの右も捉えていました赤尾です。結構まともにもらってますよね。ここで上になるか、トイカツ。この辺早いですね、上になったら結構早いですよ、トイカツさん。もう仕掛けいきたいですね、残り時間もないんで。おお、仕掛けか、仕掛けか、回転する、まだいくか。赤尾選手も読んでましたね、今意表をついた動きだったんですが、しっかり読んでました。第1ラウンドは残り時間30秒です。これ決めれないで、ちょっと変にスタミナ消耗するような打ち方はしない方がいいかもですね。分かりましたね。残り時間10秒、残り時間10秒。第1ラウンド残り時間がありません。戸井田が上になって、まあ、サイドを取っているような状況で第1ラウンド終了です。第1ラウンド終了です。庄司選手、はい、両者とも第1ラウンドからアグレッシブでしたね。そうですね、そうですね、両者も倒しに行ってますよね、赤選手は、はい、最初2ラウンドスタミナ消耗したところで、両者がお互い疲れているので結構、はい、この辺2ラウンド見どころですね。まあ、ただ熊久保さん、はい、これ両者ともやりたいことが全く違いますから。そうですね、はい、まあ、この選手はもうスタートの第2に行きたいですね、はい、でもう寝技も一切つきあわないと、はい、そういった選手はもうそれより寝技に引っ込んでるという形ですよね。庄司選手、はい、ただ戸井田が寝技に行った時に、はい、パンチをどうしても無防備になってもらってしまうというリスクがありますよね。そうですね、やっぱ際で結構無防備にもらってるところがあるので、はい、その辺をちょっと気をつけたいところじゃないですかね。セブンダー、最後の5分間です。戸井田勝也対赤尾誠司、黒のトランクスが赤尾、柄の入ったトランクスが戸井田、右のハイキックかわしておいて、おお、これはどうなんだ、ついていった、何回転もしていく、何回転もしていく、もつれる両者、最後上になったのは赤尾か、どうだ、いや、まだ戸井田も、おお、目まぐるしい攻防ですね、探っている。赤コーナーのコーナー際までもつれました。いや、目まぐるしい攻防でしたね、面白いですね。あ、寝かしましたね。笛になったのは戸井田、まあ、久保久保さん、はい、これは戸井田の形といいますか、まあ、すね、有利な形ですよね、はい、それが重ねましたからね、はい、サイドについています。大体戸井さんのこういまいち結果が出なかった時のパターン、大体もうスタンドここまでに行くまでに、あの打撃でもらっちゃって、あの試合が終わっちゃうというパターンがおったんですけど、はい、やっぱこの辺の技術っていうのは僕練習でもあのご一緒させたりするんですけど、すごい一本取る技術すごい高いですよ。うん、その一本が見られるかどうか、逆にどうしのぐか赤尾。何できますかね、十字か肩固めか。そうですね、はい、時間ないですから、もう赤尾もあまり下になっている時間使いたくないですよね。そうですね、戸井勝さんはもう立たしたくないでしょうね、はい、1ラウンドは結構打撃も効かされた場面があったので、はい、まあ、しっかりとここで印象付けはしたいですよね、うん、2ラウンドで。上になっています戸井田勝也、現在36歳。赤尾選手はでも足を引っ掛けてるので、こう 立つっていう感じでもないですね。うん、まあ、そうですね、そうですね、こうなるとやっぱり印象は上の方がいいので、上は待ってればいいんですよね、変に焦ってポジションを移行しなくても、はい、はあ、相手が動いてくれるのを待つということですね。そう、それでカウンターで次のポジション入ったりとか、はあ、ちょっと動き欲しいですね。さあ、戸井田がこの先の展開に持っていけるかどうか。
右の足がガードの中です。今度はクローズガードか。この右の足が抜ければというところ。あ、回転していく。いや、まだついてきますね。赤尾もついていきます。お、十字抜けましたね。セコンドの青木真也からは足越えろという指示が出ています。残り時間2分、残り時間2分、ポジション取ってますけど、フィニッシュに近づいてるかって言ったら、そういう感じじゃないですからね。はい、どう評価されるかですね。今度はロープの際、どうするか。下から蹴り上げを見せる赤尾。不用意にもらうと危険だぞ。再びサイドにつきました。最後の時間何か仕掛けるところですかね。そうですね、はい、それ待ってる感じですかね。体を返していこうというのは赤尾。再び戻します。もう削って削って最後取りに行くっていうプランだと思いますね。時間がコツコツ残り時間1分。残り時間1分。厳しいですね、赤尾選手、厳しいですね。あ、ここでブレイクですね。ここでレフリー庄司明ブレイク。ここもラストチャンスぞ。しかも引き込む形になっちゃいましたね。はい、引き込んでまたすぐまくって自分が上になるっていう、多分この赤尾選手はもう抑え込んでも殴り続けると思うんですよね、はい、残り1分なんで。残り時間30秒、残り時間30秒、残り30秒です。残り30秒は赤尾に残された時間と言っていいでしょう。勝利に向かってここはサイド。いや、すぐ戻します。問いだ。残り時間10秒、残り時間10秒、試合時間が残り10秒を切りました。何かもう一つ最後大きな展開があるか。首を抱えたままマットに打ちつけていったんですが、ここで試合終了です。試合は判定へともつれ込みました。あそこで戸田選手ブレーキかけられたのはちょっと計算外だったかもしれないですね、はい、ちょっと判定も難しいですね。どう違うどうか。判定の結果をお伝えします。ジャッジ大城、青赤尾。一人目は赤尾。ジャッジ福田、青赤尾。ジャッジ抜き青赤尾。以上3対0をもちまして勝者アコーナー赤尾選手。判定3対0赤尾選手でした。ですね、やはり1ラウンドの打撃の分でしょうね、ダメージの分でしょうね、はい、2ラウンドで、コントロールしたのは豊田選手なんですけども、やっぱりそのフィニッシュによりどっちが近づいたかっていう場面を見ると、やっぱり赤尾選手の1ラウンドの、パッチでグワッツ化した方がやっぱりダメージに近づいたと思うんですよね。そこが評価されたのものだと思うんですね。庄司選手は今何やらツイッターでつぶやいていただいているようですけども、はい、意外とつぶやけないって書いてます。本日は皆様からのつぶやきも募集しております。ハッシュタグサムライ TV で面白いつぶやきは番組の最後に紹介させていただきます。トイダ選手が前部ですね。そうですね、ちょっとトイダの前に行きましょう。敗れたトイダが前部です。ヒロの勝利を